はい、水溶液の中和の計算、ね、実際今どういうふうに問題が出るのかっていうところですね、しっかり見ながら、練習をしていきたいと思います。はい、じゃあ始めます。はい、では、例題1ですね。はい、実際このように問題が出るわけです。はい、こういうね、グラフとか、まあ、今回グラフですけど、表で与えられていることもありますけれどもね。はい、今回グラフなのでちょっと見ていきましょう。はい、塩酸、これを A 液とします。と、水酸化ナトリウム水溶液、B 液をいろいろな割合で混ぜ、完全中和させた時の体積の、関係は、グラフのようになりました。うん、これね、塩酸、一言で塩酸、一言で水酸化ナトリウム水溶液と言いましても、やっぱり濃さの違いってあるわけですね。ものすごい濃い塩酸、うん、ものすごい薄い塩酸とかですね、うん、水酸化ナトリウム水溶液もそうです。で、中に溶けている水酸化ナトリウムが、すごく多い場合とか少ない場合とか、ね、いろいろあるんですけど、うん、要するに濃さですよね。うん、濃さによって必要な、完全中和するのに必要な、まあ、塩酸とか水酸化ナトリウム水溶液の、量っていうのは当然変わってきます。変わってきますね。はい、うんうん、例えばすごく濃い、塩酸を用意して、ちょっとしか、溶けてね、すごく、薄い水酸化ナトリウム水溶液用意したとしても、なかなか中和しないんでね、完全中和させようと思ったら水酸化ナトリウム水溶液薄い方を大量に用意しないといけなかったりとかするわけなんですけどね。はい、ということで、まあ、とりあえずここは、まず例題、を見ていきましょう。うん、見れば、このグラフをですね、見てみたら分かるようにですね、はい、A 液30に対して B 液、ね、20、これで完全中和しているということが、分かりますね。うん、つまりですね、はい、まあ、塩酸の方を A としますね。はい、A を、この30、まあ、こうしましょう。うん、結局3対2ってことなんですね。はい、で、B、水酸化ナトリウムの方を2、ね、A3 に対して B2、うん、混ぜ合わせると完全中和すると。ことがこのグラフからわかります。ね、ずーっとこの3対2の点を結んでいったのがこのグラフなわけですからね。はい。ということで、はい。括弧1番。うん。じゃあ A の方を、はい。この丸3の方を18としたら、はい。それとかん、ね、ぴったり、反応する、完全中和するのに必要な B、丸2はいくつなのか。はい。まあ、丸1を6、ね。丸3して、はい、丸2は12でいいわけですね。はい、これが答えです。はい、まあ解き方のところでは比の式が書いてます。もちろん比の式でもいいんですけど、まあこのようにやって、見ると、ね、見た感じもなんか綺麗な感じで、なんか解きやすいなっていう感じが、すると思うんで、このやり方でやりました。もちろん比の式ですね。3対2イコール18対 X とかね、そういう言い方でも、やり方でもいいわけなんですけどね。はい。じゃあ2番ですね。はい。はい、今度は、はい。A 液50と50立方センチメートルと B 液40立方センチメートルを混ぜたものに BTB 液を入れると何色になりますか？ね。3対2になってないですね。これ明らかに、完全中和ではないです。ね。どっちかが多すぎるんです。それが塩酸なのか水酸化ナトリウム水溶液なのかっていうのを調べていくわけですね。うん、こういう時はですね、うん、まず、まあ、どっちでもいいんですけども、A の50っていうのを丸3とするか、はい、B の40っていうのを丸2にしてみるわけですね。どちらかやりやすい方でいいと思います。うん、明らかに今回 B 液の方がやりやすいですよね。だって、A のこのね、50を丸 3にしてしまうと、計算がね、ちょっと小数分数になっちゃってややこしいんで、ここはですね、うん、この B のこのね、丸2っていうのを、この2っていうのをですね、40としていきます。はい。そうすると、はい。A は、丸3。つまり、このね、B、
40を完全中和させるのに必要な栄液塩酸は60ということになりますよね。丸1イコール20、丸3イコール60、ですよね。なのに今、はい、栄液は50しかないわけですね。完全中和するのは、これが完全中和、完中って書いておきましょう。完全中和の割合。なんだけれども、今は A は50しかないです。でも50なわけですね。でも50。はい。はい。つまりこれどういうことなのか。はい。完全中和よりも A 液、塩酸が50足りないってことですね。50足りないじゃないです。ごめんなさい。10足りない。60引く50。10足りないわけです。逆に言えば、あと、A 液が10立方センチメートルあれば完全中和する。はい。つまり、塩酸が足りない。つまり、酸性が足りないということですね。酸性が足りない。酸性が負けているということです。酸性が負けていると考えてる。はい。酸性が負けている。ということは、アルカリ性が勝っているということで、この物質。この液体50、40で混ぜ合わせたものはアルカリ性ということがわかるので、はい、答えはある赤、ごめんなさい、青色ということになるわけですね。はい、ということで、どっちが勝っていてどっちが負けているのか、そういう考え方ですね。でやるとわかりやすいと思います。この中性の完全中和になった時のこの中性を基準にしてですね、はい、どちらが勝ってどちらが負けているのか、勝っている方を、その液体の性質にすればいいわけです。はい、ということですね。はい、でしょうか。では、例題2に行きたいと思います。はい、蒸発皿 A から E に同じ塩酸50立方センチメートルずつを取り、同じ水酸化ナトリウム水溶液を A に10、B に20、C に30、D に40、E に50加えていきました。ちょっとずつちょっとずつ増やしていきます。10ずつ増やしていったわけですね。ちょっとずつというかですね。はい。で、その後、水分を蒸発させ、残った固体の重さを調べると、はい、グラフのようになりました。はい。これは、前のページ、前のページですね。99ページでやったパターンです。はじめに塩酸を用意して、その後に水酸化ナトリウム水溶液を、加える量を増やしていくパターン。ね。はい。はじめは、塩化水素と呼ばれる、気体が溶けた塩酸なわけですから、当然蒸発させても何も残りません。だからゼロからスタートしてますよね。はい。で、このゼロからスタートして、徐々に、水酸化ナトリウム水溶液を加えることで中和していって、はい。何が発生するんでしたっけね。はい。そうですね。食塩です。はい。食塩がどんどん、増えていきます。ね。中和によって生まれる。はい。で、今このグラフを見ていくと、C で折れ曲がっていることがわかりますよね。はい。食塩の、増加がここで止まったというか、ここで最大になったわけです。この折れ曲がったところ、つまり水酸化ナトリウム水溶液30立方センチメートルを加えたところが完全中和したところということになりますよね。はい。つまり、ここからわかること。はい。ごめんなさい。これが例題1ですね。これが例1。はい。はい。例題2でわかること。今度は、ちゃんと塩酸を50用意したわけですね。塩酸50と完全に中和する水酸化ナトリウム水溶液ですね。はい、これが30だということが今分かったわけですね。50、30ですね。もうちょっと下に書きますね。はい。まあ重要なところがここね、50、30なんです。はい。はい。というか5対3なわけです。5対3。別に50、30でなくても、5対3の割合で混ぜ合わせれば完全中和するということが分かりました。はい。これはね、カッコ2番で使いますんで。とりあえずカッコ1番。
はい、B、D にはそれぞれどのような物質が何グラムずつ残っていますか。はい、B というのはまだ C に行く前、つまり完全中和する前ですから、うん、まだどん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 、ね、食塩が増える段階ですよね。うん、ということで、はい、B の段階ではこれは食塩が溶けます。はい、食塩 7.8g。それでいいわけですね。はい。で、問題は D ですね。はい。D はもう完全中和。この C でね、完全中和した後ですから。はい。ここね、D のところをグラフで見てみると、はい、14.4 になってますね。はい。ただ、この 14.4 の中には、ね、中和によって生まれた食塩もあれば、ね、入れすぎたことによって余ってる水酸化ナトリウムも含まれてるということですよね。はい。ということで、はい。D の 14.4 のうち、はい。完全中和によって発生しきった、はい、食塩、はい。11.7 ですね。これはね、C のとこ見てください。食塩が 11.7。はい。で、残りのこの 14.4 と 11.7 の差、つまり 2.7g っていうのが水酸化ナトリウムということになるわけですね。はい、ここ回答に書いてあるんで見てください。食塩 11.7g と水酸化ナトリウム 2.7g。ね。ね、慌てて水酸化ナトリウム水溶液って書かないようにしてくださいね。はい。ね、水酸化ナトリウムという固体が溶けた水溶液のことを水酸化ナトリウム水溶液って言ってますから、今聞かれてるのは固体なので、この水酸化ナトリウムだけですね。はい。ややこしいとこなんですけども。はい。ここは間違わないようにしてください。はい。で、2番ですね。はい。今度はこの5対3を使うパターンです。はい。同じ塩酸100立方センチメートルと水酸化ナトリウム水溶液80立方センチメートルを混ぜた後、水分を蒸発させると何グラムの固体が残るか。はい。まず、うん、明らかに5対3になってないことはわかると思います。はい。わかりますね。これ100と80で。これ5対4ですね。まあ、これ見て、あ、なるほど、これ明らかに水酸化ナトリウム水溶液の方が多いんだなということを気づいた人は勘がいいですよね。5対3に対して5対4ということです。はい。100と80。まあ、見てみてください。ね。正確に当てはめていきましょう。はい。まあ、この丸5を例えば100とします。はい。そうすると、このね、完全中和にするのに必要な水酸化ナトリウム水溶液は、はい、60になるわけですね。うん、これは丸1が20、丸3が60、うん。ここで完全中和です。これが完全中和の、うん、なのに、今、うん、80もあるわけです。うんうんうん、でも、うん、さっきと違って、今度は80ある。つまり、20余る、うん。ってことですね。80-60 で20余る。言ってること分かりますかね、うん、60でいいのに80もあるわけです。うん、20多すぎる、うん。はい。ということで、はい。見ていくとですね。はい。食塩と水酸化ナトリウムが、混じっている状態だということが分かります。ね。完全中和よりも多すぎるわけですから。じゃあ、結局これは、食塩と、水酸化ナトリウムに分けて考えないといけないんですけれども、はい。まず、食塩はどうなのか。はい。完全中和するのは100と60ですね。はい。ということで、はい。これによって、発生する食塩はいくつなのか。はい。これは、ここで書いておいた方がよかったですね。はい。50と30で発生する食塩は、はい、ここは C のとこ見てください。はい、11.7 でしたね。11.7。はい。で、じゃあ、100と60だったら、これ、単純に2倍になってるわけです。当然、食塩も、かける2で、23.4 になるわけですね。発生する食塩はですね。はい。で、今度は、
はい、水酸化ナトリウム、この余った水酸化ナトリウム、うん、これが水酸、もうめんどくさい、水酸化ナトリウム、あ、水、うん、この余った水酸化ナトリウム20からはどれだけの水酸化ナトリウム溶け残りっていうはね、余るのか固体が余るのかっていうと、はい、これグラフ見てください、うん、ここは、水酸化ナトリウムが余ってきているこの C からスタートして考えないといけないですね、うん、A から C までは全部これ食塩だけなんで、はい、C から E まで、例えばこれね30から50、これグラフに書いてますね、30から50ね、水酸化ナトリウム水溶液を20増やすと、はい、これ C から E 見てください、これ縦に見ると、はい、C が 11.7 ですね、はい、で E のところが 17.1、うん、この増えた分、つまり 17.1-11.7 ですね、はい、これが、まさに、ね、水酸化ナトリウム水溶液20に溶けていた水酸化ナトリウムってことですね、はい、うん、ということなので、うん、ここが 11.7、 ごめんなさい、17.1 でしたね、さっき17.1-なんだっけ、 11.7 ですね、で、5.4 ということがわかります、はい、これもグラフからね、うん、入れすぎた水酸化ナトリウム20の20ね、水酸化ナトリウムを水溶液を 20立方センチメートル入れすぎたことによって固体が 11.7 から 17.1 に増えてるわけですから、うん、この差っていうのが溶けていた水酸化ナトリウムね、5.4、うん、あとはこの2つを合わせてくださいということですね、はい、23.4+5.4 ということで 28.8 っていうのが答えになりますよってことですね、はい、ちょっとね最後は難しかったかもしれないですけども、うん、というふうに、グラフからきっちりまずね完全中和する比の割合をきっちり出すというところがポイントになってきます、うん、で、初めに塩酸だけを用意するのか、初めに水酸化ナトリウム水溶液だけを用意するのかですね、うん、それによってね、余ってくるっていうかね、水を蒸発させた時に、残る固体の種類であったり増え方が全然変わってくるんだということですね、うん、そのポイントっていうのは中に溶けている物質が気体なのか固体なのかっていうところですね、しつこいようですけども、塩酸は気体が溶けてます、ね、水酸化ナトリウム水溶液は固体が溶けている、うん、その違いを、うん、しっかり区別して、うん、あとは何度も何度も、練習問題を解くことです、うん、要点チェックでも、少し、計算問題とか出てきますので、うん、またそこで、今、学んだことをもとにですね、しっかり練習していければと思います。